どうも皆さんこんにちは、キョウキョウです。はい、私皆さん今ですね、タウンホール10の非常に話題の攻め、ヘビメタ攻め、皆さんやってますでしょうか。ヘビメタ攻めの詳しい解説、そしてどのようなものなのかはですね、ロジックドデイターズのトミーさんが非常にわかりやすく動画にしているので、動画概要欄のリンクにですね貼っとくので、ぜひとも皆さんご覧ください。ということで今回私攻めてみました。私のですね結果こちらです。はい、結構まあ 60%64% ということで、まあそのねトミーさんとかは 100% 取っていらっしゃるんですけれども、まあ私ねちょっとね、まあということで、ヘビメタ攻め2回ともやってみました。そのリプレイを見ていくことにしましょう。はい、この村でございます。まあアチャクイもねレベル23 でババキンも20、まあ20ですかね。で防衛施設的にはまあタウンホール9ぐらいなんですけれどもね、今回まあトミーさんもおっしゃっているんですけれども、このように最初は面を狭くして取ることによってヘビメタ攻め非常に安定してくるかなと、私もクラン戦や、マルチでやってみて実感いたしました。やはりポイントとしては、やはりそのね最初の面をまあ小さく取って、しっかりと本体、バーバリアンキングであったりアーチャークイーン、そしてペッカ、ゴーレム、すべて中心部に持っていくということが重要かなと思います。そして、今回編成見てもらえば分かる通り、フリーズを積んでないんですよね。なのでもうフリーズ積んでいないのにもかかわらず、ここら辺のウィザードがターゲットを取られていないということなので、もう本当に強いっすね。あのインフェルノのターゲットが全部ペッカや、ゴーレムに向いてくれるので、もう非常にゴリゴリで進みます。さあ、ここでもうね、先ほどジャンプじゃなくて、ここでアースクエイクというのが今回ヘビメタ攻めのまあミソなんですけれども、やはりこのようにして地震を打つことによって、円滑にペッカやゴーレムが動いてくれるので、まあ、バーバリアンキングもですね、非常に後のパーセント稼ぎもしやすいですね。そして、まあ、その、なんつうでしょうね、ここね、星さん、いけなくもないんですよね。まあ、それ、なんでかって言われたら、まあね、こう言い訳でヒーローのレベルのは私ね、ちょっと嫌いなんですけれども、まあ私ヒーローのレベルこれからちょっと上げておこうかなと思います。上げていくことによって、やはりその安定感というか、もう増してくるかなと思うので、ヒーローも、あの私のですね、村を見て、こうね、あれアチャクイ99、あれ40になってるみたいな。あ、こいつ狂気の沙汰、動画にしないのに勝手にやりやがったな、みたいな感じで思ってもらえば嬉しいんですけれども。そして今回ですね、ヘビメタ攻めで面を狭く取るということがですね、このリプレイで結構わかります。このように面をですね、まさかのこの3つしか取ってないんですよ、今回。あの、まあ、それがいいのか悪いのかっていうのはね、これで、こんだけしか面を取っていなくても、64% でしたっけ ?60% どっちか取れているわけですよ。なので、これはね、ちょっと本当に強いなと思いますね。これをですね、編み出したと言いますか、もう、トミーさん、何者なんですかね。はい、本当に。ということで、こんな感じで、もうインフェルノタワーもね、もうターゲット、意味ないっす。インフェルノタワー意味ないっす。そして、援軍もですね、ポイズンで意味ないっす。意味ないっす。まあ、相手の援軍にラブハウンドが出てきても、まあ、アーチャークインとかウィザードとか処理できるので、結構大丈夫です。そして、地震をですね、今回後の方に打ってるんですよね。最初にこう、4発打って、ってないんですよ。まあその理由は、まあ、特にないですね。あの最初に打っちゃった方がいいと思います。やはりその戦いの最中に焦ってる中で、地震を4発どんどんと打つのはちょっとずれたりすると壁が破壊できないなんてこともあるので、しっかりと最初に打つことも重要かなと思いますね。はい、これだけ、最初にですね、ここしか面取ってないんですよ。この面しか取っていないにもかかわらず、このようにもう 52% ということで、さらにペッカかな、ゴーレムか、ゴーレムと、大きいゴーレムが1人と、アーチャークイーンもまだ生きているということで、そして、まあ、クロークもまだ残っているので、結構安定してますよね。ということで、今回はヘビメタ攻め、今回はリプレイでしたけれども、まあ、私の動画はですね、見ていらっしゃる方に、そのヘビメタ攻め、どういうような感じなのかなと、まあ、そのね、完成版というのは、まあ、完成版というか、もう、非常にハイレベルなヘビメタ攻めは、動画概要欄にリンクがありますので、そちらをご覧ください。こんな感じで私やっていくよと。いうのをですね、まあ、その一応皆さんにお伝えしておきました。次回からは、クラン戦で実際にヘビメタ攻めをね、で、こう皆さんの前でお見せできればかなと思っております。ということで、ご視聴ありがとうございました。